ひろゆきさんの転機は何だと思いますか？また転機を作る方法はありますか？特に僕、転機みたいなのなかったと思ってます。なんかその、なんか、僕がまあ楽しく人生暮らしてるので、なんか成功するタイミングで、この判断をしたからうまくいったんじゃないか、みたいなことがあれば教えてください的な質問だと思うんですけど、ありません。まあ、例えば僕はアメリカに留学してる間に、じゃあ2チャンネルというサイトを作りました、なんですけど、その前にそもそも論、プログラムをやるような状況にいたんですよ。なのでアメリカにいた時にプログラムをやってサイトを作るということができたんですよ。じゃあプログラムをやるような状況にあったかがなぜかっていうと、その大学にいる最中にその会社を作っていてプログラムをする仕事っていうのを受けちゃったんですよ。なので結果としてプログラムやらなきゃいけない状況にはあったので、その当時のプログラムっていうのをやったんですよね。一応パールっていう言語でやったんですけど、で、なんでパールっていう言語をでやるっていうのができたかっていうと、小学生の時にMSX ベーシックっていうのをやっていたので、プログラミング言語自体を触ることに対しての負担はなかったんですよ。っていうのがあって、なのでその何がきっかけでそうなったかって、人生の中で、で、じゃあその MSX ベーシックをやってなかったとしても、僕でも多分プログラミングやっちゃったと思うんですよ。なんかインターネット面白いっていうので、多分インターネットやっていくうちに、じゃあプログラムやってみようかなってなったので、ひょっとしたらその小学生の MSX っていうのをやる必要があるかっていうと、なかったかもしれないと。ただ僕の人生ではその MSX ベーシックっていうのをやってたので、パソコンに対するアレルギーもなかし、インターネットっていうのがあった時に、あ、これ面白いってすぐ入り込めたっていうのもあったかもしれないと。なので、その、何が原因だったかって分かんないんですよね。で、スティーブ・ジョブズっていう、一時期世界で一番金持ちだったおっさんがいるんですけど、で、そのおっさんが、まあ、マッキントッシュっていうパソコンを作ったんですけど、で、大学中退なんですけど、で、中退の時に、まあ、いろんな授業を受けましたと。勝手にね、潜り込んだりして受けた。あれ、中退じゃねえか？入ってもいないんだっけ？入ったけど、中退したんだっけ？まあ、どっちか忘れたんですけど、で、その時に、カリグラフィーの授業を受けてたんですよね。まあ、書道的な、その、要は、文字をデザインするっていうのをやっていて、で、その授業を受けていた結果、その、マッキントッシュって、フォントが割と多かったので、印刷系のところで結構使われてたんですよ。なので、ビジネスの場合は Windows だよねっていう状況で、ただ、印刷工場とか、印刷をする機械のところは、割と Mac が使われるっていう状況があって、なので、その、まあ、デザインが割と自分が分かってたっていうのがあったおかげで、そのマッキントッシュにいろんなフォントを入れることができて、印刷系のところで使われて、で、クォークエクスプレスだったりとか、あと、もともとアドビも、まあ、アドビのそのなんかフォトショップとかマックから生まれて、で、エクセルも実はマッキントッシュが先なんですよね、マイクロソフトも。っていうのがあったりするので、なのでそこら辺のその、デザインが分かる人っていうのがあったのが割と良かったんじゃないかって言ってて、で、そういうそのなんか自分の人生っていうのが、ちょっとずつその、いろんな、そのなんか経験したものがつながって、今の自分があるんだよっていうのを、どっかの大学の卒業の時のスピーチで言ってるので、もし興味があるんだったら、スティーブ・ジョブズ卒業スピーチとかで検索すると出てくるんじゃないかなと思うんですけども。というわけで、はい、すいません。ちょっとバタバタしてるんで、はい。そういうわけで、終わるって言ったんで、そうそう終わります。はい、すいません。はい。はい、失礼します。